日は、はい、今みんなにこうレシートをね出してもらって、で他にもから1枚引きます、誰かのレシート、うん、でそしたら、そのレシートが、自分のものだとして、みんな、うん、各々のこのレシートが出た時のもらった時のエピソードを、まあ、喋ってください。別に長くても短くても、本当のこと言えばいいからね、別に長いくても短くてもお任せします。そうしたらもいらない、このレシートをもらった時に怒ったことを言えばいいだけです、はい、で最終的に本当は誰のレシートなのかっていうのをゆずこちゃんに当ててもらう。で、当たったら勝ち、外れたら俺らの勝ち。なるほど、なるほど。じゃあゆずこちゃんに1枚引いてもらおうか。はい、牛角の時ですね。ああ、はいはい、これはあの家族で行きました。はい、でも別になんかお酒飲める人いないんで、その、まあ、ジュース普通に飲んで、なんかあったかな、だってこの時。いや別にこの時別に普通にだから行って、まあ、池袋にみんなで行って、そうそうそうで俺アニメイト行きたいっつって、あ最近行ってないねっつって焼肉行って帰りました。夕飯っすよ。私これ普通に同じように夜ご飯で行ったんですけど、高校の時から仲いい友達がみんな大学でこっちに出てきてて、月1ぐらいで焼肉を食べる会をやってるんですよ。ああ、毎月やってるの。そうなんです、毎月やってて、いいね。で、ね、その友達と行きました、これは。で、帰りは泊まれたら泊まったりして、ああ、楽しい、楽しいです。楽しい日だ、楽しい日ですね。これあの大学の友達と3人でおごってくれたんですよ、全部。へえー、そう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 、あの1人が3人分全部出してくれて、へえー、全然なんかあこんな値段だったんだなみたいな感じです、僕からしたら。へえー、全然ほぼ出してくれたから最後。僕はこれ3人で行ったんですけど、僕含めて、そう、僕以外の2人が、まあ、その僕の地元の友達でこっちに遊びに来て、まあ、なんで遊びに来たかって言ったら、米津玄師のライブがあるって言われて、で2人は行くんですけど、なんか僕は行かないみたいな、なんかチケットは2枚しかなくて、で、まあ、宿代わりにされたんですけど、まあ、その代わりって言ったらあんなんですけど、まあ、牛角はおごってあげるよみたいな感じで、あでおごってくれた時のやつみたいな。あ、徳島県だから、米津玄師も徳島なんですよ。だから2人も行ったんですよ。じゃあこのレシートは誰のですか？ココちゃん。おお、理由は何かあります？なんでかっていうと、うん、他の人はみんな友達とかお父さんとかに会計してもらってるから、レシートを持ってないであろうっていう。ああ、なるほど。僕は家族が払ってくれてるから、僕にレシート回ってこないと。奢ってくれてる、奢ってくれてる。自分で会計したのかな。とんでもない名探偵。すごい。すごい。すごかった。じゃあ、正解発表。このレシートの持ち主は、じゃあ手を挙げてください。はい。いや、レシートもらったんです、僕が。もらったけど普通にレギュラーが発生。僕がレシートもらったっていうだけのあれで、なんかごめんなって綺麗な推理だったんだけど、完璧だったのに。推理完璧だったんだけど、お前のトリック、俺が変なことしてたガタガタ震えてた俺もう